会談を行うソ連のレオニード・ブレジネフ、共産党書記長とアメリカのリチャード・ニックソン大統領。米ソデタントは、冷戦体制下の1960年代末から1970年代末に、至るアメリカ合衆国とソビエト連邦の政治対話が行われるようになった期間を指す。1940年代後半に顕在化し、地球規模に拡大した米ソの対立状況は、 1958年のベルリン危機、1961年のベルリン危機及び1962年のキューバ危機で頂点に達し、核戦争寸前にまで至った。その後ベースは核戦争の防止に共通の利益を乱すようになり、ヨーロッパにおける相互の勢力権を尊重するようになった。それと同時に、相互の陣営内部においても、フランスや西ドイツの独自外交、 中蘇対立の表面化に象徴されるような多中心化の動きが見られ、冷戦初期の対立とは異なる状況が生まれてきた。また、アメリカとソ連の軍事力がほぼ対等になったことも、デタントの到来の一因となった。デタントは大きく米ソデタントとヨーロッパのデタントに分けることができる。リチャード・ニクソンとレオニード・ブレジネフの間で、軍備管理協定が締結された。 西ドイツのビリー・ブラント首相は東方政策を進めた。また1975年に全欧安全保障協力会議が開催され、ヘルシンキ宣言が採択された。デタントの推進には、米ソ両国の逼迫した内政、外政事情が大きく関係していた。ソ連主導でデタントを進めることになった背景には、ソ連をはじめとする東側諸国の農業政策の失敗。 非効率な食料流通により食料自給が不可能になり、アメリカとの良好な関係を維持する必要に迫られたことが大きい。1962年のカナダからの穀物緊急輸入を皮切りに、ソ連はアメリカの穀物メジャーから穀物買い付けを行い、1972年以来のソ連による穀物輸入の著しい増加は、 ソ連の貿易収支を悪化させる大きな原因となっていた。小麦や大麦やライ麦の生産量は世界一にもかかわらずオイルショックで得た外貨で国際市場で大量の穀物買い付けを行って高騰させたことからソ連は大穀物強盗と呼ばれた。またアメリカでもジョン・ F ・ケネディ政権により始められその後泥沼化の一途をたどったベトナム戦争により膨らんだ。 軍事出費の増加を抑える必要があったことと、1969年に就任したニクソン大統領がベトナム戦争からの早期撤退を公約としており、その実現のためには北ベトナム政権を支援していたソ連との関係改善が必要だったという背景があった。実際に第一次戦略兵器制限交渉が開始された1969年4月には、 北朝鮮近海でアメリカ海軍偵察機が撃墜される事件が発生し31人の搭乗員が死亡したこの事件の報復のためにニクソン政権内では戦術核兵器で北朝鮮の基地を攻撃することも検討されたが当時で担当推進を最優先していたニクソン大統領は北東アジアにおける新たな戦争を招くことを避けるために 北朝鮮の近日政政権に対する報復を行わなかった。1970年代後半になるとアメリカ国内でデタント政策に対する批判が高まった。そして1979年のソ連のアフガニスタン侵攻によりデタントは崩壊する。しかしブレジネフ政権下で経済停滞が続き北米からの穀物輸入なしには国民を 食べさせられなくなっていたソ連は疲弊し、デタント初期のような米ソの均衡関係はもはや崩壊していた。ソ連にはアメリカとの軍備拡張競争に踏み出す体力はすでになく、1950年代から1960年代初期のような全面戦争の危機は再来しなかった。1985年にゴルバチョフが初期長に就任し、ペレストロイカに代表される。 ソ連の立て直しを図った。この立て直しにおいて、ゴルバチョフ書記長は、外交面では、アフガニスタン撤退をはじめとする冷戦の拡大、延長ではなく、終結に向けた政策を取った。最終的には、立て直しの行き詰まりによる、ソ連崩壊により、冷戦は終結した。1991年12月に、ソビエト連邦は解体し、ロシアが、 旧ソ連の国際的権利を引き継いだものの、その軍事力は低下し、また、ロシア国内の経済事情の悪化もあり、両国の間に、かつてのような緊張関係はなくなった。しかし2000年代後半に入って、アメリカが推進する東欧 MD 問題や、ロシアの掲げる強いロシア復活へ向けた資源外交などで、米ロ両国の緊張は増している。追い打ちをかけるかのように、 2008年の南大チや紛争により米ロ関係は悪化し、再びかつての冷戦のような状態に突入したとの見方がある。しかし2009年にアメリカで発足したオバマ政権は、米ロ間で最大の懸案になっていた東欧ミサイル防衛構想の中止を決定し、両国の緊張関係は大きく緩和された。ただしこれも見方によっては、 冷戦時代のデタントと同じようなものであって、アメリカの政権が変わったり、あるいは、ロシアの行動次第で、再び関係が緊張する、可能性もある。ありがとうございます。